リソナホールディングスリソナ銀行、アサヒ銀行株式会社アサヒ銀行は2003年まで存在した都市銀行、大和銀行と合併し、現在のリソナ銀行、埼玉リソナ銀行の前身である。1991年4月1日、都銀会業で主に中堅企業や個人を顧客対象としていた共和銀行と埼玉県地盤で、 同程度の預金量であった埼玉銀行が合併し、共和埼玉銀行として発足した。存続会社は共和銀であり、金融機関コードや本店、並びにマスコットキャラクターのミッフィーなどは共和銀のものを引き継いだ。しかし、スウィフトコードは埼玉銀が使用していたコードを継承した。もともと第三次オンラインシステムの共同構築で、両校は接近したが、 埼玉銀によるして集団、光新の、ジャノメミシン事件に対する関与の露見や、光新と共に、ジャノメ株を買い占めた、不動産会社の七富の倒産からの信用失墜を、ことするため、埼玉銀が、共和銀との合併へ向かったとも言われていた。九百九十二年、フランス人デザイナーが手掛けた、水平線から太陽が昇るイラストの交渉、CI から着想を得て、 朝日銀行へ称号変更した。称号変更にあたっては、朝日と聞いて、新聞やビールや生命保険ではなく、銀行を思い起こすようにならねばとの意気から、当時不況の最中で、他行がテレビ CM を控える中、自主規制枠名一杯に出向し積極果敢な PR 戦略を展開した。共和銀のキャッチコピーである、リテールバンクを引き継ぎ、 リテールトップバンクを目標に掲げ、リテールに強い地域密着型都銀として独自性を打ち出した。また校内優和を進めるため、合併後約1年で人事部を一本化した。この施策は異例の判断と金融会で注目を集め、1993年3月にはオンラインシステムの統合も完了させた。この他で遅れたが、1998年から、 地銀東京支店長や事務所長ら集め情報交換会を開き、系列化に向け注力していた。埼玉銀の経緯を引き、埼玉県と浦和市、大宮市をはじめとする当事県内にあった92市町村のうち90市町村の指定金融機関を引き続きにない密接な関係を維持したいとの方針から、本社機能は共和銀側に吸収されたが、旧埼玉銀本店営業部は、 フラー営業部、埼玉本部として残地された。また、県内店舗における現金封筒には、綾の国と共にというキャッチフレーズがすられた。ホールセール主体の都銀上営業や新宅銀行とは異なり、資産規模の小ささや店舗数に対しての収益性の低さを克服する目論みや、都銀再開業であった北海道宅殖銀行の破綻から、 金融再編への波も起き始め、他行との提携、統合を模索することになった。1998年10月7日、東海銀行との経営統合を発表した。発表では、翌年10月をめどに、共同持ち株会社を発足させ、2001年秋以降に3大都市圏ごとに、地域市会社に再編し、投資銀行業務を行う。 国際資金証券銀行を新たに設立するとした。また、マルチリージョナルバンクを基本コンセプトとして掲げた。この発表と前後して、1999年8月、第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行の経営統合、同年10月には、住友銀行と桜銀行の合併が発表された。こうした中、交付の強烈さから、 金融再編の流れに取り残されていた、三和銀行並びに統合を発表した朝日人、東海人は、株価が相対的に低迷し、水 FG や住友、桜といったメガバンクとの対抗上、なお不十分で次の一手が必要と見られていた。2000年3月14日、三和銀を加えて産業で経営統合をした上で、翌2001年4月に、 金融持ち株会社を設立すると発表した。発表にあたって、統合の理念として、マルチリージョナルバンク構造を発展、拡大させ、社会に価値あるサービスを提供する、新時代の新しい金融サービス業を創造する、ミドルリテール分野を中心として、我が国最大の顧客基盤と最高水準のサービス、機能提供力を有する、日本随一の総合金融グループを目指すを掲げた。 そして統合に先立ち、キャッシュカードの ATM 出金手数料が、東海銀、三和銀と相互に、自己扱いとなる施策を実施した。しかし、統合交渉が進むと、東海銀、三和銀が、持ち株会社方式ではなく、合併による統合をしたいと言い出し、これに対して、朝日銀は、合併方式では三和に飲み込まれてしまうと、幹部行員が猛反発。さらに欧米の、 リージョナルバンクを模範とする地域密着型の戦略を重視する朝日銀と統合によって自己資本を充実させ国際業務や大企業融資を重視するマネーセンターバンク戦略を重視する三和銀の新銀行戦略との隔たりの大きさも表面化した加えてア銀内で主導権を握っていた旧共和銀側と収益の強さを誇っていた旧埼玉銀側との 合併以来の確執も収まっていなかった。そうした状況を踏まえ、2000年8月に伊藤達郎朝日銀頭取が東方からの離脱の決断した。これによって残る2行は UFJ ホールディングスの設立に向かった。2001年9月中間決算から自家会計が導入されるため金融庁や日本銀行は当時の世界的な株価急落に伴う 巨額の損失処理を迫られる朝日銀が市場から攻撃を受けることを最も恐れていたが、同年6月末スタンダードプアーズが続く7月にはムーディーズが朝日銀の格付けを引き下げたことから校内においても同様と緊張が生まれた。同年8月以降は経営悪化が市場にも表沙汰となり、特に朝日銀が中間配当見送りとする噂が出ると株価は、 乱高下し、同行は、ルフ元やマスコミに抗議した。この過中にあって、2001年5月、朝日銀は、海外拠点の撤退と業務を、東京三菱銀行へ移譲すると発表。同年7月には、伊藤朝日銀頭取から三木茂光、東京三菱銀頭取に包括提携を申し入れるも東京三菱銀は孤児。また、千葉銀行、横浜銀行にも、 統合の打診をするも千葉銀からは誇示され、浜銀との交渉も右与曲折を経て流れた。ついで、日光証券にも統合を持ちかけるも、共同出資した共同抵当証券の生産処理に伴ういざこざが、旧埼玉銀出身者には、記憶に新しく、さらに日光、シテに飲み込まれてしまうのではないかとの懸念を抱き、これも沙や闇となった。 加えて、統合交渉中、朝日銀内部における旧共和銀、旧埼玉銀の主導権争いからの対立も明らかとなり、金融庁幹部から、世間からどう見られているのか、分かっているのですか。戸まで迫られる一幕もあるなど瞑想を重ねた。同年8月に入り、朝日銀は生き残りをかけ、かつて朝日信託銀行を開始信託部門を買収しようとした。 大和銀行とオリックスの2社と断続的に統合交渉に入った。2001年9月に朝日新聞など全国紙が朝日銀行、大和銀行と経営統合と報道。この報道を受け、金融再編に取り残されていた大和銀行との統合に向けて一気に進展することになった。この折、9月9日放送のテレビ朝日サンデープロジェクトで ゲストで出演した増添陽洋一と田原総一郎の対話で朝日銀を批判した。これを受けて朝日銀は特に増添のこのまま行くと3月に潰れると田原の良くない銀行という発言に対して抗議し謝罪を要求。謝罪せずの場合は法的手段をかけるとプレスリリースで9月10日に公開した。これらを発端に株価が70円台まで暴落し、 取り付け騒ぎこそ起きなかったものの経営破綻が噂された。なお、同月20日に、マス添えの発言通り中間配当を見送り、期末配当へ一本化を正式発表。翌21日に、大和銀のスーパーリージョナルバンク戦略に参加する形で、ヤマト銀ホールディングスとの経営統合を正式発表するに至った。2002年3月1日、 大和銀ホールディングスとの株式交換により、同社の完全子会社となった。翌3年3月、グループ内再編により、埼玉県内の営業を、埼玉リソナ銀行として、会社分割。事故は、大和銀行と合併して、リソナ銀行となった。しかし、リソナ銀行は、発足からわずか2ヶ月余りで、実質国有化された。二千一年十月以降、 店頭ポスターや埼玉県内発行の新聞を中心に柳瀬幸男踊りによる経営についての全面広告が顔写真付きで掲載されたが2003年のリソナ銀行国有化まで経営不信絡みのゴシップ記事の掲載が週刊誌や有刊誌で続いた埼玉銀行遠隔も参照合併直後は急行のイメージキャラクターである小形県和潮伊佐子 中山美穂が引き続き起用され、1995年には、葉月きりおが登用されていた。マスコットキャラクターは、共和銀からのミッフィーを引き続き採用していた。同キャラクターを用いた通帳類やパンフレットは、イラストの背景が全面ビビッドな配色であった。ありがとうございます。